田祖和美さん、被爆当時9歳。疎開先の吉田町にいた田祖さんは、原爆が投下された翌日、迎えに来てくれた家族とともに、被災した広島市内へ入りました。当時、加古町に住んでいました。 水に「ぬし」と書く過去町です父が吉島にろう学校があるということを聞いて私を連れて行きましたそのうち一人で通えるようになりろう学校の友達と登校するようになりました入学したのは8歳の時 昭和19年でした翌年の4月になると空襲が来ると危ないということで吉田に疎開することになりました私は父に連れて行かれましたが父が帰ろうとするのでついて行こうとしたら先生に引き止められましたあかん。 お寺に宿泊するのはとても怖かったです朝ごはんはお米がわずかしか入っていないほとんど水のようなお粥だったのですぐにお腹が空きました朝8時に農業学校に出かけ昼には勉強が終わって帰ってくるとまた同じ食事という生活が毎日でした 8月6日の朝のことですがいつものように6時に起床しお寺の清掃をしました8時15分に何かが爆発したのは感じました 先生に肩を叩かれて一緒に空を見上げると黙々と大きなキノコ雲が湧き上がっていました恐ろしいことが起きた父は死んでしまったかもしれないと心配になりその夜は眠れませんでした翌朝また6時起床朝食をとっていたら7時か8時ごろに母と兄が突然来たのでびっくりしました 二人とも手や足に火傷を負っていました昼から広島に帰ろうということになって三人で出発しました歩いていくとトラックが通っていきました荷台に死体を積んで走っていくのが見えましたすぐそばではなく遠くの方を通っていましたたくさんの死体を見ました 本当に怖かったです兄も死体を見て怖いと言っていました私もそうでしたなるべくトラックが通る方は見ないで自分の足元だけを見て歩きました橋は壊れて落ちていました 川の中にはたくさんの死体がありましたどうしようかと思いましたが膝までズボンを上げて川を歩いて渡りました次の橋もなくなっていましたまたおびただしい死体を見て気持ちが悪くなりましたたくさんの方が亡くなっていました ひどい怪我をしていたり、皮膚が溶けたりしていましたよろよろと歩いている人たちは、皮膚が垂れ下がって、血がぽたぽたと落ちていました、顔がぐちゃぐちゃになった人、手を上げたまま硬直している人、目を見開いたまま亡くなっている人も見ました、とにかく怖かったです。早く田舎に帰りたい その場を離れたたいいと思いました気持ちも悪かったし夜になったら幽霊が出てくるのではないかという恐怖もあり早く逃げたいと思いました歩いて歩いてやっと瀬の駅に着きそこで少し落ち着いてそこからは汽車に乗りました。 汽車は動いていました昔の黒い機関車です中には人がいっぱい乗っていました怪我をしていた人たちもいて匂いがひどかったです私たちは福山で降りたのですが汽車にはまだ乗客がいたので先まで行ったと思います 私たちは1時間ほど歩いてやっと母の実家にたどり着き水を飲ませてもらってほっとしました私はようやく落ち着いたのですが兄も母もやけどを負っていたのでつらそうでした夕方6時に呼ばれてご飯を食べさせてもらいお腹がいっぱいになりました 夜8時ぐらいになると、蛍が飛んでいるのが見えました。9時ごろ、眠りにつきました。兄は良くなるまで6か月ぐらいかかりました。体にも足にもやけどを負っていたので、7か月ぐらいかかりました。母は3か月ぐらいで治りました。 私も被爆の後遺症があってしばらく病院に通っていました呼吸が苦しくて肺の具合が悪かったのです病院には完治するまで1年か2年近く通いいろいろ調べてもらいました やっと治って吉島のろう学校に戻ることになりました12年後に学校が再開したのでしぶしぶ戻りましたろう学校は校舎も寄宿舎も傾いていましたがなんとかつっかえ棒で支えて使われていました 戦争はもう、絶対にしないでほしいと思います。そうですね平和な世の中が、これからもずっと続いてほしいと思います。